えっと、国立情報学研究所、横山茂氏と申します、えー。この4月からオープンサイエンス基盤研究センターでデータガバナンス機能を担当させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。あの、最初にがっかりするようなこと申し上げると、えー、なっちゃうんですけど、えー、っと、まだ始まったばっかりのプロジェクトですので、えーと、特にこれがデータガバナンス機能ですとお見せするものないんです。えーでえー、っと、まあ、自分勝手で申し訳ないんですけども、いやいや、そういう、あの、 今日の話はです、ねえーと、横山はデータガバナンス機能というお題をいただいて、えー、こういうふうに今、スタートを切ろうとしていますということに止まってしまいます。えー、なので、自分勝手で恐縮なんですけれどもあの、いやいや、そういうスタート切ったらいかんでしょうとか、いいね、頑張ってとかいうフィードバックをいただけでありたくない,という、そういう感じになっています。であの考える範囲なんですけれども、えーと、名前のところで、研究データっていうのは、まあ、あの外してあります。 当たりということなんだと思うんですけどもあの、まあ、研究分野の幅を考えると、あらゆるデータが、まあ、あの研究対象になりますので、えーっとまあ、こういう感じで短く書いてもいいかなという感じになっております。で、えー、データ画面機能って何っていうことなんですけども、まず研究データでこんなものですというのを書かせていただきました。 でえっと、これはまあ,ある研究プロジェクトを管理している研究データの例なんですけれども、構成としましては、あの普通イメージする研究データって、この絵で言いますと、ここのデータって書いてあるところですね。で、あのそれを説明するメタデータっていうのがまあ一緒に入っててで、先ほどもありましたけれども、それを解析する行動のようなものが入ってて、まあ、これ、ひっくるめてデータセットと呼びます。 データセットもこういう感じでいろいろあって、入れ子になっててという感じの、こういう構成を想定しております。右のほうは実際の研究データの例で、これがデータセットで、これもデータセットを持ってて、データもありますという感じになっています。ちょっとこれ、当たり前の話になって申し訳ないんですけども、メタデータとデータですね、メタデータというのはデータを説明するデータ、これ自体もデータですけども、 えとまあ、それ今でもないですけども図書館の目録と、えー、図書館の,あの図書ですね昭和にある図書の関係で言いますでこれで言うと目録がたデータで昭和、えー、にある、うん、図書がデータで、まあ、これがデータセットという感じに見ていただければいいと思いますでえっ、ー、とまあ 図書館、一個の図書館に閉じて、目録と図書があるって普通ですけども、えっ、ー、と、まあ、その図書館いなくても、えー、書題が分かればメタデータで、データにアクセスする仕組みが図書の時代からありました。まあ、ILL ですね。で、あの、うん、こういう仕組み皆さん使ってると思いますけども、これ後でちょっと出てきますので、わざわざ、あの、書きました。えっ、ー、と、昔に学ぶって感じですね。で、これなくシスタットって書いてありますけども、これまあ、メタデータ、目録の管理。 のシステムで、さっきの紙じゃないんです。これ、電子化されたものですけども、これ、ちょっと、あの、時間がないのに、あの、寄り道すみませんが、えー、着目すべきは、うん、と元々始まったのは、各図書館とかの方々で、えっ、ー、と、持ち寄りでですね、メタデータを作った目録を作ったというところでございます。それが鍵になります。で、えっ、ー、と、研究データは分かりました。で、研究データ管理って何っていう話です。で、研究データ 管理自体は計画をしてで、データを取ってきて、加工して、分析して公開するとで、この途中でいろんな状態を保存すると、研究記録ですね、取ると、まあ、これ全体、この辺ですね、を研究データ管理というふうに、私は考えてやっています。じゃあ、えっと、研究データガバナンスですね、今日のお題ですけれども、これ何かという話ですけれども、研究データ管理とその関係で説明させてください。 研究データ管理しては先ほど言いましたように、研究データの取得、加工、分析、保存、公開などの行為です。じゃあ、研究データガバナンスって何っていうと、の研究データの管理ですね、の品質を守る規律に従う行為というふうに定義しさせてください。まあ、大事なのは研究データの管理の品質です。で、あの、これちょっと、あの、試験なんですけれども、えー、後からちょっと関係すると思いますので仮説として書かせてください。えー、研究データのこの、 品質管理自体、まあ、データガバナンス自体は、うんと、監視ではありませんと。えーまあ、研究管理の品質管理主導者がいて、えー、研究者がその人たちに監視されているということだけではなくて、えー、研究者とか研究グループ自身が自らガバナンス行為を行うことが大事というふうに捉えております。それでもって、えー、品質向上にきく寄与できるだろうという考え方を持って進めております。 で、えっと、研究データの管理品質ってど、どんな感じっていうと、まあ、いい加減ないですけども、上が高くて、その品質が高くて、下が低いとしますと、まあ、プロジェクト、いろいろありますけども、プロジェクトごとにばらつきがちだというのがあって、まあ、あの、高いところは大丈夫なんですけど、こういう人たちばっかりだといいんですけども、いろんなことがあって、えー、レベルがあって困ります。で、普通に考えるとばらついちゃいます。何もしないとですね。で、なんでそんな、えー、いいじゃないのって話じゃなくって、やっぱり、 えとその品質が悪いと、そもそも必要なときにどこにあるか分からないとか、データがです、ねえー、本当にあるかすら分からない、あっても実際に手に入れないとか、手に入ってもそれをどうやって使っているのか分からないとか、そもそもそのデータってどこから来たか分からないので、えー、信用できないとか、えーっと、保護しないといけないデータを漏えいさせてしまうとか、整理が悪くて公開しようと思ったらとても大変であ、できないやと思っちゃうとか、そういうことですね。 で、品質ですけど、突然ですが、あの、よくこの研究データ管理、いわゆるのフェアの原則って言われて、ファインダブル、アクセシブル、インターペラブル、リユーザブル。まあ、こういう話で、これの満足度を高めようというのが一つです。それからトレーサビリティ、どこからその、どんな風に、えそのデータが来ているのという、履歴の追跡可能性ですね。それから再現性、先ほどもありましたけども、再現性、それからデータの保護の施策のレベルなどと捉えられます。 エピア原則、まあ、これ説明してるとあれですけれども、まあ、あの、皆さん、えー、これは高めようと。オープンデータのために必要、えー、その品質を高めるの大事という話があります。で、えっ、ー、と、まあ、高めるための施策なんですけども、うんと、例えば、ここにありますが、ガバナンス施策っていうのが展開されております。一つには、えっ、ー、と、研究データ管理のポリシーの制定。 とか、先ほどちょっと出てきましたけれども、研究データの管理プラン、DMP と訳して言われますけれども、これの提出の義務化などです。これは何やってるかというと、ばらばらついている品質を高めるために、一周、引っ張り上げていると。プルしていると。で、どんどん来て、こっちに上がってこないと困るよという話をやっているというふうに私からは見えます。 実際、7月1日付ですけれども、そういう、これ、市を作るためのガイドラインが、大学 ICT 推進協議会のほうから出たりしています。それから、こういう基本計画の中で、先ほどありましたけれども、DMP 自体を策定するのを100%にしようとか、そういうのが決定されております。 で今ありましたデータマネージプランをちょっと説明させていただくと、これ自体は文書です。何が書いてある文書かというと、研究のために収集作成する研究データの取り扱いの整備とか保存、公開についての計画を定めたものです。まあ、あの、えっと、ガバナンスの、えー、何、ポリシーが決まったら、それに従って各研究プロジェクトごとに作成するわけですけども、えっと、その研究プロジェクトに沿った、えっと、なおかつ研究データガバナンスを考慮した計画を立てると。 計画を立てると、それに従っていると、品質が上がるだろう。研究データ管理の品質が上がるだろうという目録ですね。で、実際その研究推進にあたっては、そのプロジェクトの計画を見ながら、えー、研究データ管理をすることで、えー、実際の品質が固まっていくという考え方でございます。じゃそれでいいじゃないのということかもしれませんが、あの、データガラマン機能、あの、 出番としてはですね、今こうやってプルします。で、プルするだけではなかなか、あの、どんどん品質が上がってこないんじゃないかなという思いでありまして、ここに各プロジェクトをサポートする感じで機能を提供して、これでもって一周、まッジって言うとあれですけど、なんかこう押し上げるみたいな、その自然と押し上げるようにできればいいなという思いで、えー、今考えております。 で昨日まあ、しつこいですけども、まあ、いろんなあの組織なり、個人が、えー、とデータま成る必要だと思ってて、えー、それなりに理由があって、実際に何しないといけないと決めて、で実際に、えー、頑張っています、これが、まあ、今の業態ですけども、基本的には、えー、と手動でっていうのが多いので、そこを、えー、と IT を使って押し上げるところを作っていくっていうのが、この役割になります。 でなか,なか長,い長い役割の説明、えー、と聞いていただいてありがとうございます。まあ、分かったけども、一応、えー、やっぱりなんか分かんないということだと思いますので、もうちょっといきます。で、突然ですけども、ちょっと方向変えて、えー、登山と研究というふうに話を聞い左が登山。で、えーと、ある思いを持って、ここに行きたいという思いを持って、えー、とそれを計画書にして提出します。 で、えー、登山ガイドとかと一緒に、こう、実際行動して、まあ、安全に登って、達成して帰ってきて、登山、下山の届を出す。みたいなことだと思ってるす、すごい簡単なモデルですけども。研究の方に直しますと、まあ、思いの部分は、後で出てきますけども、MADMP、DMP、えっ、ー、と、似たようなものなんですけども、それとして表現します。で、先ほどの登山計画書にあたる DMP を提出して、で、えー、自分でも持っていると。で、えっ、ー、と、同時にですね、 これ MA の意味は、後でできますけど、マシンアクショナブルっていうことなんですけども、えーとまあ、ソフトウェアが分かる言葉なので、それを使って、実際に登山ガイドに相当するワークフローのツールを作ったり、まあ、いろんなツールを作り出して、でそれに従って研究実行して、さっきのナジを聞かせて、えー、公開まで持っていくという思いですね。で、これ、ああ説明してると長くなるので、あれですけども、先ほどの重い MADMP とか、登山届、DMP とか、登、ま、山、あ、 登山の記録、写真とかのルートの記録とかですね、そういうものを持ってまして、えっと、そういう本当にあのそういうシステムが登山情報管理機能としてサービス提供されてたりします。でこれであのサービス使うと、ですね危険を避けて安全な登山を実施した後ルートや撮影した写真などをまとめた登山記録をみんなで共有するというサービスとなっています。 基本的にスマートフォンのアプリですけれども、山ですから電波が届かないオフラインでも機能するようになっています。で研究の方の似たようなものをデータガバナス機能と呼ぼうということでございます。m a d m p さっき言ってしまいましたけれども、えー、DMP 自体はヒューマンリーダブルな文書ですで。それに対応してまして、えー、マシンリーダーブルで、なんかアクショナブル、まあ、あのマシン側がこう理解して何かしてあげるという、そういうものですね。 でデータガバナンス機能はあのマシンなので、えー、これを入力にしてデータガバナンス機能の何らかの、えっと、機能として埋め込むということを考えております。もうちょっと具体的に書くと、すごくあの登山とにかく左が登山で右が、えー、データガバナンス機能ですけれども、まあそうですね、あのサービスに当たるのは山小屋とか、こちらでいうと GRDM ですね。 換気盤とかですね、そういうものになります。で、実際に提供するものは、まあ、あの、G. P. S. とかに、そう、まあ、モニタリングですね。それから、研究のマップとか,はかっきりあります、ワークフローとか、研究記録とか、こういうところを、中に機能として持っている。というのを、今想定して動いております。うん、もう、ちょっと書く、前に、えー、っと。これがあれですね、突然ですけども、あの、他の、えー、っと、忙しい、データクラウドの。 基盤との関係で、うんと、データガバナンス機能を中心に書いてあるのでやたら大きいですけどこ,れここの青いところがデータガバナンス機能ですが、えっと、これ自体は、うん、と基盤を渡り歩く際に使ってもらえるデータのバスと、えっと、ナビゲーションに使っていただけるユーザーインターフェースを持っていて何らかの、えっと、GPS に相当するものを中に抱いているだろうというふうに考えて作っております。 で、これ、あの、今の絵を上から見た感じですね。あの、データバスの上を各個人なり研究グループがこの三角のツールに乗っかって動き回るみたいな、そういう感じをイメージしてください。で、中身をもうちょっと拡大すると、さっきやりました、あの、MADMP を、えっと、元にいろんな機能を生成して、で、いろんな、えっと、基盤のサービスを使うと。で、ここではクローンが流れていく。で、情報の収集とかもできるようになってる。 こういういものを作っておりますであの前置きは長くてもうもう時間ないんですけども、えー、と本題のためにいかないといけない本当に一体何なのっていう話で、えー、とこれをちょっとだけ喋りますで終わりにしますが、えーとまあ、今治安中ですでだけどゼロから考えるといけないと思って私が考えるとろくなことないので。 えっと、オープンデータから、まあ、オープンソースって皆さん思いますよね。なんで、オープンソースの、オープンソースソフトウェアの歴史に学ぼうということですね。で、例えばこういう資料をベースに学びました。で、オープンソースって、まあ、さっきの、あの、言い方で言うと、オープンソースのコードのガバナンスから、オープンソースコードの管理っていう、まあ、2つレイヤーがあったとして、えっと、この辺は、まあ、えっと、ポリシーとか、コーディング規約とかいろいろあります。 で、下の方で言うと、実際扱いのコードだけじゃなくて、データ構造とかドキュメンテーションも扱います。で、管理技術として、えっと、ポピュラーなのは、例えば Git で、えっと、Git を使った、ベースにしたサービスとかもいっぱい皆さん使っています。で、この世界でガバナンス機能って何かなって考えたときに、例えば再現性とも絡むんですけども、えっと、継続的なインテグレーションとか、デプレイメントとか、課題管理とか、プルーレクエストとか、そういう仕組みが多分有効に働いて、オープンソースソフトウェアっていうのは成功してるんだろうというふうに学びました。 で、この構造を真似ます。で、先ほどのポリシーがあって、下には、あの、コードもデータ構造もドキュメンテーションもありますけども、プラスデータっていうのが一番大きくあって、これを扱う技術として、例えば Git だけでは足りなくって、Git はまああんまり大きなデータを扱うの得意じゃないんで、えっと、Git a ネ n クスって別にデータを扱う部分がありまして、これって何かというと、まあ、Git 側がさっきの図書館の話で言うと、あれですね、えっと、メタデータ、あの、 図書目録にあたって、その辺扱うところですね。で、図書を実際に引っ張ってくるところ、だから ILL みたいなものですけども、そういうもの自体がキットアネックスというふうに思っていただければ。で、それを使ったサービスとかもあります。で、ここの真ん中を作ろうというのが私の担当になっています。で、これで一応話を終わりでここまでなんですけども、もうちょっとだけ、あの、脱足になりますが、もっと学んでみようと。 オープンソースでソフトウェアの歴史に最もっと学ぶと何が起こるかというと,、えー、とこれ自体は有名な本ですよねあのオープンソースの歴史とそれからこの著者が実際に体験した実践したオープンソースソフトウェアの開発の、えー、と知識から、まあ、試験から書いたもので、えー、とすごく短くまとめ勝手にまとめると、えー、このうまくいっている本質はオープンコードではなくてオープンなプロセスであるということだと思います。 ソフトウェアの開発プロセスをオープンにして、短い周期でリリースを繰り返しするということで、利用者とそのプロセス、利用者をですね、そのプロセスに組み入れてしまえるというところがうまいんだろうということで、まあそうだったらですね、研究データと研究プロセスも考えようということで、まあ、研究プロセスっていうのは、こういうデータセットを変換するというふうに捉えます。さっき藤原先生のところであったような話に近いんですけれども、で、それをまあ、あの、いろんな経緯で、 実際に走らせますよね、研究を。そうすると、えっと、失敗するのがあれば成功するのもあって、こういうグラフになるような気がします。で、えっと、この絵を横から見ると、こんな感じになっているレイヤーが2つあって、ここが、まあ、研究データセットのレイヤーで、ここだけ見てると多分ダメで、この上も見ましょう。で、なおかつここをオープンにするのが結構大事ですという話というふうに捉えようということで。で、学ぶと、 オープンサイエンスの本質はオープンデータではなくて、そこまで言っちゃうと怒られるかもしれませんが、オープンリサーチというふうに、まあ、プロセスでね、研究プロセスかもしれない。なので、えっと、ひょっとしたら、これが本当はタイトルかもしれないというふうに振り出しに戻ってしまいましたけれども、えっと、一応以上が、えっと、お話したい内容でした。ありがとうございました。